でもっけ言い方いいかな。タドウさんこんばんじゃい、バイスピヤッホー、明日ね、本当にありがとう、楽しみにしてる、ワクワク、ワンマン楽しんでんな、来ないの、エイマイこんばんじゃい、耳にじいちゃん、あいまる元気だよ、ひかるさんこんばんは、いけひこんばんは、もう終わったのかとなんなら始まったばっか、明日、え、本当にいいの、お名前どうする、大声小声行くよ、ワンマン待っております、けいごんこんばんは、お兄ちゃんになってる、夕方のジルコだけ行く、ワクワクだね、楽しみに待ってる、トリキュー耳に染み渡されて、染み渡され、染み渡ん、耳に染み渡らせてみた、クースタンこんばんは、お名前、え、なんでもなんか、なんかないかな、なんかないかな、ツイッターのシェアと実際、そりゃそう、本当にごめんねはい、けんこんばんは、出血というかね、まだ歯が痛いの、未だに歯が痛くて、抜いた歯の場所が、おつじりは眠眠、そう、お休みに合わせてみた、全然ね、まだ抜いた歯の部分が痛くて、お薬を飲んだよ、みゆちゃんおはよう、腫れたりは多分してない、平気、上の歯だからそんな腫れないって言ってた、下の歯が腫れるらしくて、でも下も抜かなきゃいけないじゃん、今は腫れてないから平気だけど、あのその抜いた歯の部分を舌でこう触っちゃうの、おえってなる、あの感触が、ダジオヤッホーハチヤッポー、あ、さっき起きた、おはよう、50カウントありがとう、お日様カウントありがとうございます、アック先生さん、ジュヤちゃんこんばんだい、こんばんだい、ありがとう、ジャック・ダニエル、いいよ、なんでパッと出たのがそれってさ、なかなかセンスある、たださんさんこんばんは、でもちょ、確かに食べた、楽しい北海道、なんか美味しそうなのいっぱい食べてる、ネギたっぷりラーメンとかデザートも食べてた、今仕方連中から帰ってきた、お疲れ、あー口の中の感触、え、わかる、その抜けた歯のさ、そのなんて言うんだろう、わかる、ちょっとさ、なんかぬちょじゃないけどさ、なんかポコってしたところに舌を入れて、なんか変な、うわってなんの、じゃあ僕もまたジンギスカンずるい、食べたい、みんな美味しそうなのばっか食べてさ、ずるい、ラーメン美味しかった、ずるい、美味しそうだった、この間のリリーブで永遠に、そう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 分かったよ、ジリアック先生がどなたか、明日歯医者だ、え、抜く、抜かない、むにゅって、そう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 、むにゅが痛かった、むにゅってなる、なんか何かがあった、名前覚えてもらって、あ、メガネにしないと分かりみが深いじゃあもうほんと嫌だ、慎吾さんこんばんは、ひろわし、え、昼は CS の夜は何、ジンギスカン、ずるいな、アック先生と一緒にしてたもんね、奥歯ほじくり、え、一緒じゃん、ん、一緒じゃないのか、え、奥歯ほじくるってさ、親知らずじゃないってこと、今日はさ、え、ねえねえ見たよ、なんかさ、市長さんがリツイートしてるさ、君の周りさんの写真見たりしてた、ラスしかもいいなと思った、沢村に行ってるの見て、
丸焼きにされた豚さんってさ、え、絶対美味しいじゃん。会いたくて震えて、本当に？それ絶対会いたくて震えてんじゃなくて寒くて震えてんでしょ。おたたまさんこんばんは。リマさんにマニャマニャ神提供したせいでみんなにバレてしまった。ジュリも喋ってないけど分かった。メガネでショールームやったら見に来てくれ。やばやばすぎ。もうじゃあジュリちゃんねえねえ大丈夫？さっきさ60人ぐらいって言ってたよね。100人でしょ。大丈夫？心配を倒れないか。たくやきさんが隣で心臓くんいいないっぱい持ってて、なんでこの感触知ってるんだろう。自分の記憶、え、抜いたことある？とりあえず歯磨きの時はシチューポケットね。歯医者さんみたい。虫歯ほっといたら神経まで、え、痛い、やだ、想像するだけで寒くないし、絶対寒いじゃん。いいな、美味しかった。絶対美味しいよね。いいな、楽しそうで何よりだった。じゃないとゴミが神経に入って大変な。なんか歯って怖いよね。血の味して、本当に血の、口の中がね血の味だらけなのよ。将軍さんこんばんは。今日は今日、え、いいな、いいな、お抹茶飲みたい。最後の一つは明日、え、最後の一つさ飛び出したらもうダメじゃん。今後飲んできてよ。え、いいな、いいな、明日頑張っていくから。ごやばすぎる。明日でもちゃんとジム抜いたからご褒美、親知らず、ご褒美。え、でもほんと大変じゃない？大丈夫？休まないで。歯は怖くそう、ハッチは怖くない。親知らず一つ横に生えてるらしくて、え、顎傷って、え、ジリもさ横に生えてんだよ、下の歯両方。早めに抜いた方がいいって言われた。え、やだ、手術怖い。冷静に考えたら誰にもやだ。ジュリにはあるよ。今年きつかったのは隠れ脱水と、なんと歯茎の、やだ怖い。はぁ、どうしよう。まだあと3本残ってるのに。未来が怖い。まさやよ、久しぶり。親知らず4本。やっぱそうだよね。ジルも抜きなさいって言われたもん。やだ、ジルには笑いの重要。多分人間ってヤギで、それはそう。ヤギって歯いっぱい生えてんのかな。でも草むしゃむしゃしてるもんね。怖いよね。歯は大事にしましょう。真面目な話あなたに会えるから言う。それは嬉しい。すごいでしょ。ちなみにジルも余裕よ、歯の痛み。あなたすごいわね。すんごかった。歯が、歯は大事に、そう、ハチも大事にしましょう。俺のメガネ気に入ってるのジュリだけど、気に入って、気に入ってはないんだよ。気に、笑っちゃうよ。で、まあ歯はちょまだ痛いんだけど、お薬を飲ん、もらったお薬、普通のなんだっけあれ、なんていうのか忘れたけど、なんだっけ、なんだっけ、普通の薬忘れちゃったを、まあもらって飲んでるので大丈夫なんです多分。普通に急にね痛むんだけど、ご飯は食べれるし、まあ
ロキソニン先輩、あ、そうそう、ロキソニン先輩。だから別にね、まあ平気。ご飯が食べれなかったら、マジで本当に人生病んだってなるけど、大丈夫。ご飯食べれてるから、元気です、とても。にちみはこんばんは。虫歯はしないけど、痛い。治療、歯を折ったことないな。歯は特に矯正したぐらいで、なんか特に。ちえちゃんまだヘラヘラしてるとこ。 小さい段差、あれか、あれだよね、エイジアだよね。 なんか変な人みたいだね。元気出たか、頑張ってね、本当に頑張ってる人に頑張ってねっていうのはあれだけど、応援してる、応援してる、無理しないでね。 ちゃんと休んで、待ってるね。ご飯食べれてよく、そうそうそう。ご飯食べれなかったら今頃配信する元気もないけどさ、ちゃんとご飯食べれたから、まあ。よし。熱中症で倒れて、ま、え、え、それ、さ、あれじゃん。最悪と最悪が重なってるよね。熱中症で最悪で前も折れた。でもあれだね。熱中症で倒れたからまだ前歯が折れた痛みに気づかなかったっていうさ、良さだけある。アイス食えんね。アイス昨日食べた。ロキソニンのことを歌った。何それ、気になる。板チョコに戦争を挑み無事に、そんなことあるの？板チョコ余裕で食べちゃうけど。アイシさん、チョコ、待って。みんな、チョコレートで歯やられてる。アイシさん、ありがとう。ワンマン待ってるね。ありがとね。変な人じゃないよ。ちょっと変だ。ちょっと変だけど、可愛い人。やったーなのかな？わーい。歯医者久しぶりに行くと、ジュリはさ、注射が嫌いなの。歯茎にする麻酔が。こうなんか歯茎というか唇とさ、歯をこうなんかほにゃほにゃ触られると笑いそうにもなっちゃう。ゆちさんこんばんは。いちチョコアイスって、わかる、バリうまか。最近ジリがみんなにおすすめしたいアイスはモーのミルクティー味、食べてほしい。本当にそんな話してると食べたくなっちゃうぐらいに美味しい。メモしてほしい、みんな。モーのミルクティー、お弁当の米、嘘。 みんな歯があれだね、意外に弱い。食べ物で歯かけたこと全然ない。牛乳ずっと飲んでるからかな、前歯が弱って。そりゃそうだよね。 歯の麻酔って弱って、そう、変な感覚。なんかさ、あと、ブヨブヨになる感覚も嫌なの。麻酔は親知らず、そう、ジルも親知らずだと、矯正するときに歯を抜いたんだけど、そのときに打った麻酔ぐらいしかない。ラミーって用意し、チョコのアイス。なんかさ、こないだ食べてたやつ？前歯はジャーキー。嘘でしょ？それってさ、ジャーキーとかにさ、何？前歯がくっついてるの？そっちに歯がくっつくの？ 寝てる間の歯ぎしりが異常に強いらしくてます。してね、マウスピース作って寝てるとさ、自分の顔さ、ブスくなんない？みんな歯が無駄に弱いパワー。 だってすごくない？逆に。歯がみんなマシュマロ並みだよ。若い子に言ってんの、歯だけは、でもそれは言うよね。歯は大切って。牛乳ずっと、あれ一緒だ。なんでだろう。お豆腐でってさ、結構だよね。だから2年前まで実質も、おせんべいどうやって食べんの？下手したら歯が、やばいじゃん。歯ぎしりってさ、うんぎ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 ってやるやつでしょ。 今日食べた、アイス食べたくなってきた。今日まだアイス食べてない。食べようかな。歯の麻酔が効いたまま。ね、待って。ねえねえ、わかる人で。
この間さ、この間っていうかさ、そうジェルも歯の麻酔されるときにさ、そのやつなってさ、ピューって思いっきし、あの、何？そこのさ、範囲内に履かなきゃいけないのを通り越した向こうの床にピューってしちゃったの。笑いが止まらなさそうになって。でも、歯医者の人見てなかったからよかったんだけどね。それ本当にわかる。それさ、歯の麻酔あるあるでさ、ツイートしたいぐらいだよね。そのはず、それジュリいつもそれでさ、あの中に収まらないからさ、恥ずかしくて恥ずかしくて、わしの歯は自信いいじゃん。そしてお腹減ったら歯食べられる。歯抜けるの怖くて無駄に磨いてる。でも磨きすぎも良くないって言わない？なんかいい歯磨き粉使ってそう。むにゅむにゅ、やっほーかずき。幸いなことに歯の根元だけは残ってたんで、それで。痛そう、歯茎が。夢でもおしめに干されてくる。それが歯ぎしりってこと。ローストビーフの塊焼いて食ったら、あ、でもさ、ローストビーフを食べるとジルは顎が痛くなる。歯医者さんでピューって、本当に恥ずかしい、あれ。でも、もう自分でセーブ聞かないじゃん。もうわかんないから感覚が。どう頑張っても無理だよね。ジリアの声、割と、割とってところが本物っぽい。マウスピース使ってないんかい。ジリもさ、矯正終わってからマウスピース作ったんだけどさ、ほんと全然してない。え、思ったよりもマウスピースが分厚くて、なんか想像してたマウスピースって本当に薄いのをするだけでいいのかなと思った。なんかボクサー並みにさ、分厚いマウスピースだからさ、ほんと妹、顔を妹に見られた時にさ、なんか口がすごいけどどうしたのって言われたぐらい分厚いのマウスピース。むくみ見れない。え、むくんでる今。オタ活をや始めて人前に出ることが言えたんで、このままでやばいなと思って前は、え、でもそれはいいこと。久しぶりに歯医者行ったら神経抜いて歯を、え、歯を詰めるって何？新しい歯ってこと？小竹の小犬のちいちゃんとヤッホー、携帯戻ってきたの？あれは使ってないんかい。とっくりそのままリボン。いや、いや本当にそうなの。本当に使ってない。そう、妹にすごい、ね、寝てる時口何って言われてさ。今先輩と友達送って、暇。暇、寂しい。暇なの？これからじゃないの、珍しい。仮面ライダー好きなん？あんまわからないけど好きだよ。見るの好き。あ、お腹鳴った。今日戻ってきて、え、よかった。やっと戻ってきて、おかげで活毒舌良くなったし、無敵のスマイルを手に入れる。ねえ、ジュリも多分ね、滑舌はね、前より絶対良くなった。今度ライダーいいね。暇だからじありがとうございます。インザイ祭りで、嘘だ、コメライダーステージあるの？それはちょっと気になる。俺さ、浜辺文字のこと忘れてたから、前にジュリちゃんに写真を、あ、え、書いたやつってこと？そうなのか。そうなのだ。さすが、ね、思った思った。やっぱりさっきからお腹が。前までは30文字ぐらい喋ったにも。ジュリの全然会話にならないじゃん。歯並びいいのに滑舌悪い僕はもう、え、なん、それって下の問題なのかな。ジュリさ、その矯正してて
なんか上の歯の裏の、なんていうの、歯の、なんというの、この上の部分に器具がついてたの。そしたら、何、舌が届く距離が短くなって、すっごい滑舌が悪くなった時があったの。喋れなくて、本当にもう全然喋れないぐらいだったから、多分舌が短いのかな、からじゃない？マジです。 今5文字、3文字しか増えてない。今では毎日きちんと歯磨きをして、いいこと。しかも歯磨きをするとさ、あれなんだっけ、歯磨きをするとダイエットにいいって言うよね、確か。お腹減った時に歯を磨くとダイエット。待って、よしおさ、明日どっちだ、夜だっけ？ 夜でいいんだっけ？ジンギスカンキャラメルやめておいて。ジンギスカンの味がするキャラメルってこと？甘いの？ジルコね、ありがとう。 待って、おやすみ。台湾からお待ちしてます。歯磨きの伝道師の、いいじゃん、シャコ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 伝道師。矯正取れたら下回しって。 戻ってきてみたら、これは送らなきゃダメだ。ほんと送ってくれた、ありがとう。明日はそれ、しんなちゃんのね、お顔のコンディション整えないとやばいわ、どうしよう。 2リットルのペットボトル ってやつだ。いつ会えるの、こっちのセリフだ。歯並び毎月、本当にそれは人生の勝ち組だと思う。だってさ、ジリはさ、100万以上かけてさ、歯の矯正をしてって考えるとさ、生まれつき歯並びがいい人って本当に勝ってる。歯のスタートラインが違うからね。歯のスタートラインって何だろう。本当にね、羨ましい、歯の並びがいい人。100万するんや。そう、100万以上かな。これからも歯と可愛さをしっかり。 ね、待ってる。歯のスタートラインで一本。 それはあれだね。スタートしてずっこけたね。1回目に転んだ。大丈夫、ジュリーまだ追いついてないから。でも歯を折ったらほんと大変だよね。ジュリーもさ、お兄ちゃんがさ、小学校の頃に前歯を折ったの。大変そうだったもん。ノブルお疲れ様でした。ありがとう。あとで LINE 待っとる。4本折られて人生オワコンか。4本も折られるの？やばくない？ 4 本は。でもジュリもさ、矯正を始めるにあたってさ、歯を4本抜いたからさ、みんなより歯が4本少ない。歯が少ないね。歯が4本少ないって冷静に考えたらすごくない？なんか。すごくない？歯を移動するってすごいよね、普通に考えてさ。歯を移動するんだよ。だってさ、頭蓋骨とつながってるんだよ。怖くない？ 全てが整ってる人は勝ち組。それはそう。彼女が、やったね。藤崎翔子。そうだよ。みんなより歯が少ないんだよ。こんばんね、獣っち、こんばんざい、ありがとう。だから、歯を大切にしましょう。今はだんだん痛みが薄くなってきました。もう、ライブ中に、
歯が痛くなることはなくなりますように。歯が少ない世界平和よ。おばあちゃんに負ける。それはヘラヘラオタクだから歯も鼻も、え、やばい、それそれはやばい鼻って折ったらさ死ぬんじゃなかったっけ。え、ジュリさ、ヘラ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 ポンコツ人間だけどさ、体丈夫すぎてさ、一回も骨折ったことない。一回も骨折ったことないし、鼻血も出たことないよ。体はノットヘラヘラ。歯いたわってない、ごめん。え、歯いたわってなくても歯がさ丈夫な人っているじゃん。生まれ持った才能なのかな。だからさ、じい骨折もしたことないし、超丈夫なんだよね。インフルエンザもなったことなければ、鼻血も出たことないし、骨折ったことないし、大きな病気にかかったこともない。鼻折っても、え、でも鼻折ったら死ぬって聞いたのに、すごい。歯に才能全振りした結果一個でも才能があるって素晴らしいことよ。でも、そう、風疹と盲腸だけ病気にかかったの。人生で一番痛かったのは盲腸。私も鼻血って、鼻血、え、だよね、ちで鼻血出したくてさ、本当にずっと、もうどうにかして鼻血出そうって思ってた時期あったもん。でもだから人間ヘラヘラヤギ去年の1月で思い出したくないよね、盲腸になって。本当にもうさ、だってインフルが本当に流行ってたからさ、もうやっとインフルになっちゃったと思って病院行ったらさ、入院ですねって、盲腸です。人生で本当に一番痛い、痛かった。なんで鼻血だ、え、出したくて、じじは鼻血が、お兄ちゃんが昔小学校の頃しょっちゅう鼻血が出る人なんだけど、お風呂に入っただけで鼻血出ちゃうぐらいだったので、ジルも鼻血を出したくて、あの千と千尋のさ、あの千尋が階段をダダダダダダって降りて鼻ぶっけるシーンの真似をやったりして、どうにかして鼻血を出そうとしてた大型シーソーの、え、痛い、それ死なないの、びっくり。あ、でもトラックに飛ばされたことはある。ジュリ、トラックとぶつかったことはある。何の怪我もしてない。サツさん、こんばんざい。歯も性格も顔もいいから言ってみたい、ジュリもそれこしたの妹が寝起きに鼻血出してて、痛いの辛いの一緒だね、鼻血出ない。普通に考えたら死んでしか、え、運がいいっていうのかな、不幸中の幸い。俺鼻血出やすい体質だから、え、本当に1ミリも出ないのまだ出てないもう大人だから出ないか明日はですね、急に明日の告知を始めるけど、明日は新宿ジズコ東京でライブが夕方あった後、夜に渋谷フリーダムでライブがあります。夜のライブは3000円をで、あの撮影券を取得することもできて、ライブ中の撮影可能にもなっておりますので、気になる方よろしくお願いします。と、あと10月12日ワンマンライブ10人トイロ1部2部ありますので、ぜひぜひお待ちしてます。ワンマンライブまであと2週間になってしまったんですけど、もっと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  MOTT をたくさんの人を呼びたいので、ぜひよろしくお願いします。たまに出る、え、出るんだ。鼻折った時は蛇口の、え、待って、鼻折るって絶対本当におかしい、痛すぎる
鼻が曲がっちゃうんだよ。タラタラさん、おやすみ、おやすみ、ありがとう。明日楽しみね。今のうちにこう口元をね緩めておいて。で明日が2本で、新宿ブレイズで10人とやるワンマンライブ10月12日あります。そして10月の1日は新宿ブレイズでアイドルストリーマーズも出演させてもらいますので、チケットこちらは前売り予約をサイトから購入してからお待ちしてます。うっつじりゆっくりなさってね。ありがとう。ジジャちゃんは歯は悪いけど性おもろい、それやったね、イエーイもうニューニューしてがんても、お、やったね、笑っちゃうよ。おつだっけ、ありがとう。おやすみ、おやすみ。ああ、面白い、みんなと話してるとなんかほんと時間経つの早い。はちん、おつ、ありがとう。おやすみ、ありがとう。配信ありがとう。こちらこそ。ということで、明日2本で、10月1日が、新宿ブレイズでアイドルストリーマーズで、10月12日が10人といろありますので、皆さんもぜひお友達やらを誘ってみたりしてくださったら、とっても嬉しいです。お願いします。お疲れ様、ありがとう、来てくれて。では終わりにしたいと思います。今日も見てくれてありがとうございました。明日はちゃんとお顔を出しますのでお待ちください。10月1日ね、待ってる。ということで終わりにしたいと思います。今日も見てくれてありがとうございます。でさて、もう、え、まだしてない、行くっては言ってるけどまだされてない。担当さん、おやすみ、おやすみ、ありがとう。バイバイちゃん、バイバイ。オッケー、言っといて。たくやぎ、おやすみ、おやすみ。ということで終わりにします。また明日ね。バイバーイ。おや、おや、おやすみ。